Guys, welcome to a brand new episode of Tenchu Z. This is Brian with Undead Empire Gaming, and yeah, let's do some missions. Shameful monk, corrupt official, Ronin list, evil merchant. Alright. Let's go down. Rinzetsu. ある住職の暗殺指令が届いた。小川原のものでありながら、ゴーダの娘たちをさらっては手ごめにしているという。だがことを荒立て、小川原に口実を与えるのも得策ではない。その住職の名は林絶。僧侶の身でありながらの暴挙、その命でしか償うことはできない。待て待て、oh shit. No. Too early for a fuck up. Oof!
住職はどこにいるんだ。またいつもの場所でおなごにちょっかい出しておったぞ。またか。あのおっさんも懲りねえな。まったくだ。ん？誰かいるのか。どうした？ びっくりしたわい。おったぞ。おととい来やがれ。 違いか。 何かいた気がしたんだが。
ある役人の暗殺指令が届いた。ゴーダの財政を預かる役職でありながら、己が地位を利用し私腹を肥やしているという。役人の名は伊藤忠勝。国に損失を与えた罪は許しがたく、その命でしか償うことはできない。
なんだ? Tweet!
できぬ。Alright, and that'll be it for this one, guys. Next time around, you know, more assassinations, more ninja stuff. See you then.